まあまあ。何やお前は。何すんねん。あんた、それを捨てたら後悔するんじゃねえのか。何やと？それ、入れ墨の死体だろ。しかも、普通の通柄じゃねえ。なんであんたそれを。ひょっとして筋もんか。まあ、近いところだ。兄ちゃん、うちに寄って茶の一杯でも飲んでけや。ついてこいや。帰ったぞ。お帰りなさい、師匠。わしの客人や。あ、師匠、これ。あいつに見つからんようにしまっとけや。あ、はい。おい、何してんねん。あんたも早来いや。お客さん、どうぞ奥へ。あ、あ。
これはうちの一家に伝わる竜の指定でな、代々風ぶりを継承したもんにしか俺に知るもんや。交流か。よう知っとるな。そう、指針の蝶と呼ばれる伝説の竜、交流や。
10年前、郷田隆二を初めて見たとき、わしは衝撃を覚えた。この男は、わしの生涯最高の下地になる男やと。そして、
代々伝わるあの竜を掘ることを決めたんや。せやけど筋彫りしようとした時、わしの手は動かんようになってしもた。そうなんです。だから私がその続きを師匠に代わって掘ったんです。これは、これがあのダブリさんの竜。俺はこの竜を背負ってから多くのものを得て、多くのものを失った。だが俺は竜を掘ったことも、今の自分があるのも全て運命だったと思ってる。あんたたちがゴーダ竜寺に掘ったのは間違いじゃない。キリュウさん、力を持った人間はよく道を間違える。だから人間なんだ。だがその道を正すのはあんたたちの仕事じゃない。あんたたち掘り師には掘った男の顛末を見届けることしかできない。アキナさん、もしあんたに掘り師としての責任があるなら、風堀を継承して龍二の行く末を見届けるべきなんじゃないのか。キリュウさん、それじゃあな。キリュウさん、私もう逃げません。五代目風堀を継ぎます。ありがとうございました。さあ、行くか。どうした？
昨日の夜、今までのこと整理してたら嫌な予感がしてきてね。嫌な予感？ええ、私が人言派の生き残りじゃないかと思って。どういうことだ？ママの言っていたことから推測して、私の両親が二十数年前東条会に殺されたとするなら、両親は東条会に敵対していた人言派の人間って考えるのが自然じゃない？お前も人言派の生き残り？そう考えてもおかしくないでしょ。村井に会いに行くのはやめるか？自分の過去から逃げたくない。行きましょう。関東にはない独特な雰囲気だな。古き良き大阪の街と言えるわね。桂馬という店だ。しらみつぶしに探すしかないわね。Mm-hmm.